続けていって今はちょっと甘く入ったボールです。ショートの強打を打ちついた。守備範囲の広いところ見せましたね。そうですね、まあ強打の話だったら、まあ、これだけフィールドがね広い、ファールグラウンドが広いですから、はい、有利なイニング数だとはあるんですよね。サードバックアップして二塁へ。これも強打の好プレーです。2ストライク。当てただけになりましたが足の速い関根強打さばく。一塁はアウトです。ショートの右、ここは強打のうまさが光りました。高いバウンド、足の速い関根、ショートは強打、一塁はアウトになりました。変化球なってると思いますね、はい、ここも外厳しいところ、強打のプレーはどうか。一塁はアウトです。ボールワン、鈍い音、三遊間、強打一塁送球、どうでしょうか、アウトでした。ショートゴロ、一つアウト一塁、転送、どうでしょうか、一塁はアウト、ダブルプレー。深い位置、強打セカンド送球、一塁転送、ダブルプレー。左の方はこう打ちそうな気がしますけどもね。ショート深いところ、強打の肩です。印象に残ってると思うんですよね、よく通って一塁送球、プレー強打取って、そして送球も見せました。いやー、まあ本当にショートストップの見せ所ですよね、まだボールは扱えます。ここで打ち構えて、シュートで打ち取って、おお、前進守備をしていましたがアウトです。オスナー、これはボテボテな打球です。強打出てくる、競争はどうか。これツーシーム詰まった打球、ショート取って、ナイス投球を見せました強打。それはね、ありますよね、取ってきてで大きく伸びるというところ、はい、さあ深いところですが、あの遠投は強打が得意な距離ということで、ね、非常に面白かったです。あ、そうですか、そうしたら本当に大きく成長しました。ショートゴロ、打球ショートバックハンドで取って、そして二塁に送ります。ここは警戒強打、ショートゴロ取った、強打一塁送球、ヘッドスライディングアウト、強打のファインプレー。マキエの初球はショートゴロになった、二塁、一塁はアウトです。西川のバッティングでしたが、ショート強打がジャンピングキャッチ、ない、まあ、これ一つこうつながればね、このように入るんですけどね。面白いところ、ショート、これはアウト。ショートの強打、ジャンピングスロー、一塁を切ってナイスプレーです。この辺りはピッチャーズ上、ショート前に出てきて一塁送球、これも中途半端なバッティング、当てただけ西川、ジャンピングスロー、低めの変化球出されました。ショート前に来る、速いボールでした、深いところ、強打、いいボールいきました、ツーアウト、前にショート横飛び、二塁送る、二塁フォースアウト、一塁はどうだ、一塁は、一塁はセーフ。伊藤だけ最後、その強打、さあ見せ場だ、一塁送球、一塁アウト、この打球はショート強打、一塁アウトになりました。高く跳ねる、強打がいいプレーを見せました。ショート左への当たり、うまいな、ここは強打の守備挟んでいます。当てるだけになって、強打一塁はアウト。ピッチャー返し、柳にグラブで弾きましたが、一塁は間に合っています。高いバウンドは強打がさばく、三遊間抜けないがアウト取りました。これは大きなプレーになった。大野雄大拍手をしています。強打ナイスプレー、これで2アウトランナー入れ替わって一塁に菊池です。9番ピッチャー